はい。ねねねねねんドロイドのヘタレさくらでしゅ。もへじさんがまた歌を歌うから聞きに来いって言うから、強制的に無理やり連れられてきちゃいました。泣いてもいいですか？辛いです。歌下手なんだもの、もへじさん。はい、こんにちは、もへじでございます。いや、皆さんご元気ですか？まあ、アンドロイドさん、ヘタレネンドロイドさん、ヘタレサクラさん、今日もお美しゅうございますわね。はい、その、なんか悩んでる顔がとってもいいですわ。その、優秀、憂いを含んだ瞳、素晴らしい。はい。口が、口角が下がってるのもなんか、いいかもしれませんね。はい。それでは、今日も歌を歌いたいと思います。歌ってよろしいですか？ダメと言っても歌うんでしょ？はい。じゃあ、歌ってください。では、リクエストがありましたので、ヘタレ桜さんからのリクエストにより、歌わさせていただきます。行こう、たこざんの、これは替え歌になります。日陰のりくら参加ということです。はい、日陰のりくら参加。これですね。日陰のりくらはですね、小仏、白山、北東尾根ルートになります。光林道から入っていくところになります。それでは歌ってみたいと思います。歌ってもいいかな？いいとも、仕方ないのでいいと思います。歌ってください。どうぞ。それでは音楽スタート。歌えますよ。それ JR 高尾駅からねバスに乗って日陰バス停小仏方面歩いて行く最初の左手に日陰林道を5分歩いて日陰のいくら図書口だよはいそれそれしか痛い図書口からトラバースのんびり歩くと直角曲がるそこから尾根に取り付くよ五稜曲舟ね石を越えて戦闘が見えたならもうすぐ小仏白山だ拍手これ拍手拍手してます私手短いから届かないんです無理を言わないでくださいもう精一杯拍手しておりますから大丈夫もう帰っていいですかダメですテレワークにしませんかダメですそんなのもありませんこぼとけ白山で昼食だ山で食べるおいしいね木彫りの天狗花高高奥には高尾山見えているこれから行くのは影信山かそれとも高尾山それもいいね
拍手してます、うん、ちょこっと拍手しました。心の中ではちょっと悩んでますけど拍手しましたので、もう許してください。帰ってもよろしいですか。なんで帰っちゃうの、寂しいじゃないですか。もうちょっと遊んでいきなさい。おじさんはね、おじさんはね、怖いです怖いです怖いです。帰ります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 。ごめんなさいごめんなさい、さようならです。はい、終わりましたので、ございます。歌詞はこんな感じでございます。はい、メモしましたか。はい、後で動画ストップして覚えてくださいね。それじゃあ皆様、さようなら。いつも狂ってるモヘジでございました。切るよ。ポチッとな。